どうもシャーペンです。今回は、なんとか無事にヤクモ2体確保することができまして、じゃあちょっと新年だし使おうってことで、珍しく使ってみたところやろうかなと思います。でまずはこの武装ですね。これ完全にニュース発表だから惚れたんだよな。で新友情コンボがこれ、ああからの、ああでも意外と持たないか、割と粘り感というか、ということで、ハイプラズマでありまして、プラズマのもう完全なる上位互換といいますか、プラズマっていうとこの味方と味方を結んだ位置、手番キャラクターと、あ、すいません、これ何してんだもう全然プラズマ出てないし、普通は味方と味方の間なんですけれども、それがさらに伸びて、もう壁まで届いてる、こんな感じで怖っ。はい、で引っ張ってる間は、おおいいな、新春を楽しめてるな。この友情コンボにまず驚くタイミングですからね。言ったらもう強化版エナジーソードのような、そう言ったらなんかちょっとね、ってなりそうですけど、もちろん威力も上がってますし、もう本当にエナジーソードの理想系というか、エナジーソードがなりたかった姿じゃないですかね。わあこれあれだ、見覚えあると思った、あれだ、マスターハンドが撃ってくるやつ。スマブラのマスターハンドが指でビャーって撃つじゃないですか、レーザー。あれだわ。今ちょうど分かった、騎士官の正体。こんぐらいだった気がするもん。いや、緑じゃないけど。ちょっと今のところ友情コンボだけしか言ってないですけど。面白いね。本当にこれ、プラズマ自体来るんですかね、また。いけいけ。その余力で。おお全然違う話しかできない。今のところこれが楽しいっていう感想しか出てこないんですけど。アビリティは、天魔10に完全対応している重力地雷ブロック魔法陣の4種の対応でありまして、わあいや、いけなかった原則壁転送壁非対応なんですけども、昔のクエストに多く鉄線持っているというか、まだまだ最近は3ギミック必須級のクエストも増えましたし、その組み合わせで仕事もらうってことは増えそうですね。でもこれ SS 撃っちゃうか。はい、これ SS なんですけども、みんなこれガンガン溜まってまして、その理由として、12ターンから撃てる、ほい。なんと壁ドン大号令なんですよ。これをね、12ターンから、でもこれこのプラズマ強えな。こうなった状態の、あ、やっべ、なんだこれ。何が起こってんだ、でもこれを12ターンで撃っていいんかってなるんですけども、さらに、壁 SS ターン短縮もありまして、もっと早く撃てるっていうので、いや、なんかね、プラズマと壁ドン大号令ってなんか昔の強かった SS というか強みだと思うんですけど、それが現代風にしたらこうなるんだって感じですよね。これが神髄なのか。ハイプラズマがまずメインけど、これを12ターンと壁短縮でいいんかっていう。受けすぎなんですよね。で、あと新アビリティがありまして、ウォールブーストですね。これは上下右左に壁があるんですけども、で1面ごとに 0.25 倍上昇していって、最大は、4壁触れた際に、これですね。これで右上、はい。これで今、2倍になってます。ただ、2倍とは言うものの、風壊したな。しかもそれに全属性キラーがありますからね。だから実質これ発動したら全属性キラー EL なんですよ。全敵に対して3倍火力出せるっていう。割とね、いかれた殴りですし。で、しかもそれで超埋水があったら、おい。アビリティだけで9倍ですからね。もうくしゃくしゃだ。今のもうまく引っ張れてないからな。どっちがいいんだろう。で、最後にちょうど天魔を降臨するんで、バッと登って、銃の映像をつけて終わるかなと思ったんですけども、ちょっと2で苦戦しまして、全然これ今回もう、初日と同じくらいかかっちゃって、もうツイッターでもフレンドさんにちょっとお願いもして、本当にいつもありがとうございます、なんですけども、あなたここでもちょっとヤクモが強いんではないかってことで、やった結果、確かに良かったですね。道中ダメはないんですけども、敵に挟まって回避もできますし、あとはブラウニーを編成すると、使ったターンとその次のターンはダメ用が軽減される。 99% 減といってもダメージは食らうんで、めっちゃ食らったら危ないですけど、生きながらえることはできましたし、で極めつけはやっぱり SS
まあこれちょっと映像はボス2でなんならもうだいぶ追い詰めた後だったんで軽く言ってますけども、これ場合によってはボス1でうまく壁ドンして、まあ、打ち方としてはおそらく壁ドンとウォールブースト M を発動させるために、まあ、割とこの斜め打ちでいっぱい壁に触れて最後に、まあ、伊達政宗にドカンと、まあ、加えて地雷を持った状態マイス EM を乗るんで、そうすると多分ボス1万パンもワンチャンあるんじゃないかってことで、結構また新しい境地でしたね。割と道中の雑魚処理が得意って方はちょっとやってみてもいいかもしれないですね。あ、ということでそれもあって最後にちょっと初見で天魔10ですね。まあ、若干公式のね使ってみたら分かりましたけども、とりあえずてか初手が怖いな一応対比はくっつけましたね。対比だけデビパン方式で横上がりでいけるだろう。まあ一応初手ゲーですからね。ほい、あ、まあホージング怖い、もうさっきの天魔2の影響で天魔2ヤマト、ああ綺麗、ああもうさすがにいけるなよかった。まあこうなったらもう勝ちだろ。まあでもそもそもそこプラズマが、ああそもそもプラズマがバカみたいに入るのか。でも使ってみたおっせえ3日みんなバンバン上げてるだろうな。マイペースでいきますわ今年も。使ってみたくせに投稿したいな。いやプラズマ入りすぎだろジムにねバビのこれ2倍にして出してますからね。うねうねと、いやプラズマやっぱ強え普通に扱えてなかっただけだ。さっきまではやっぱちゃんと引っ張れるキャラクターバビのそうですけど、編成するだけでだいぶ火力感が違う。よしこれで成長させます。もう打っちゃっていいか、もう2段階いってるもんな地味にバビロンもチャージなんで、おっめっちゃこれ惨劇だった。惨劇入れるプラズマもちょっと引っ張って、あーわけわんねえ、あーレーザー怖い、レーザー当たれ、おっレーザーのこの回転感がすげえ。今しかも誰も上ハマってないですからね。でこの火力とこんなハマんなくてよくないもん。味方当たりつつプラズマで、あ、ロックも入ってるしもうくしゃくしゃだわ。やばい天魔10が、いや7もやりましたけどだんだんと来てますね。これ打っちゃうってありなんかな。なんかなんとかやってくれそう、まあ、剣持ってるし。何が落ちた今誰だ、今ヤクマが行ったのか、消し飛んだぞ。短縮ブーストを兼ねて、おおボールも綺麗に来ましたね。まあこれはいいけどもうありますからね、こっちには SS というものが。いやパーティーこれでいいわもうとりあえずもう加工トン芝で SS を打つで、ここはもう気合でなんとかなるし、でそして極めつけは先日降臨したハービセルでありまして、もう完全なるもう想像以上に武装役も前提のクエストとも言える内容でして、もう武装役もなしで勝てるってのはもうまさに M4 でしたね。まあ逆に武装役もらったらボス1でワンパン狙うってことも余裕であったんで、もう飛び抜けてましたね。まあということで3日間にわたって使っていったんですけども、いやーまあ新春キャラクターですねこのアビリティの盛り方と、こんな早く大号令壁の SS を打っていいのか、まあハイプラズマも十分でしたね。まあただハイプラズマも強いと思うんですけど、それよりもやっぱこの SS とアビリティの方が魅力的だったんで、僕は遊撃これ取って過激で染めるか即殺積むかしたいんですけども、ただこれスライドしたいからなこっち使わなくじゃないですからね。結局天魔やるときは僕2体持ちなんで、7来たらこっちスライドして10まで行ったらこっちスライドするんで、まあ、そうなるとまあ遊撃即殺過激が一番いいんですかね、汎用型の身で言うと。
まあ、新春キャラクターが早くも天魔の古城をはじめとした高難度クエストを破壊しているんで、まあ、今年のクエストもしかしたらもう早くも追加層もあるかもしれないですね。まあただそういう時もこの武装役もワンチャン、まあ、天魔2のような感じで、あれはちょっと昨日クリアした後だったんで、まあ褒めていたんですけど、まあさすがにちょっと再現性としては低いんで、まあ天魔2でめちゃくちゃ強いよとは言わないんですけども、ああいう使い方もできるんで、そういう一体編成して大事な場面で大号で壁ドン削ってくれるっていうね、強みはあると思うんで。まあということでよかったらコメント欄か皆さんの使用感お待ちしております。あと次にチャンネル登録していただけるとこんな感じで動画投稿頑張っていくんでよかったらしていただけるとモチベーションになりますのでよろしくお願いします。高評価もぜひ。ではご視聴ありがとうございました。武装なら。